海上下列伝からは、チャンス賞松江府の小説家、ハンクに喜びによって表された新末の長編白話小説である。1892年に、個人雑誌、海上記書に前半の30回が連載され、1894年に全64回が単行本化された。クレゴの小説としては、最も有名であり、 新末の上海二十里四方に広がっていた花町での生活を中心として、花町に出入りする名士や俳優の遊興の様とを、当時の世相や社会風俗を描いた作品として知られる。全章を通じて、会話は19世紀のクレゴ小説でよく使われたクれ、五白話文で書かれ、蘇州地方の方言が活用されている。会場下列伝は、 クレゴ文学の最高作品と言われることも多い。20世紀中国の小説家、蝶愛玲は、英文への翻訳作業を行い、英語版を完成させた。1998年には、日本、台湾合作で、トニー・レオン主演、羽田道子をヒロインとして映画化された。放題は、フラワーズ・オブ・シャンハイ。日本語訳は、大田達夫訳、海上下烈伝平凡者。 中国古典文学大計49ありがとうございます。